動こうとしない若者たちの仕事参加ということで、NPO 法人ニュースタート事務局 IT 事業部タウンタウン責任者の田尾博文さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今までのお話がガラッと変わりまして、泥臭い話になっていきますけれども、ちょっとご説明しますが、 NPO 法人ニュースタート事務局っていう、あの引きこもりの人たちをサポートする組織なんですけれども、そもそもどういう形で始まったかといいます と、1993年にですね、代表である二神っていう、神様が二人いるっていう王爵の名前のですけれども、その二神っていうのが、あの NHK のテレビ見てましたら、どうもトスカーナ地方で4つの家族が共同で農園をやってるのを見たと。でどうもその形態といい、やり方といい、非常に面白いということで、彼があの相談を受けた、いわゆる引きこもってたり暴力的な子どもたちだったりっていうのを、ちょっとじゃあイタリアにやってみようということで放り込んだ。それが1993年です。でそこで、4つの違う家族の人たちの中に40日間7名の若い人たちを放り込んだんですが、最初はもうとんでもない感じで、なかなか共同作業もできないし、作業もできなかったんですけども、そのうちになんとなく、毎日に、手紙を書いて日本に送ってくるっていう作業をしてまして、その サポーターとして僕も その一番メンバーだったんですけども、だんだんこう書いてるものが様になってくるっていうんですか、そういう形でこれは良くなるぞっていう形で見てたんですが、それで、共同で作業したり収穫をしたり、支援として向こうの大学だとか市だとか、そういうところが支援する形態になってましたので、なかなかいいなと思ってました。ところが帰ってきますとですね、やっぱり元に戻るっていうんですか、3ヶ月も過ぎると元に戻って自分の部屋にまた引きこもってしまうと。でこれ何とかしなきゃいけないと、放っといてもしょうがないしということで、まず若者へ働きかけるのはどうしたらいいかっていうことで、部屋に引きこもってるんだったら連れ出せばいいじゃないか、単純な話ですね。それをやろうということでやり始めたのがですね、いかがわしい名前なんですけど、レンタルお姉さんっていうのを活動をやり始めまして、それでお姉さんもレンタルしちゃって、それで引っ張り出そうっていうことをやりまして、で出てくるんですよ。出てきて公園に連れ出したり喫茶店に連れ出したりしたら、もう結構出てきて面白がってやってるんですけども、また今度家に戻ってしまう、しょうがないから寮を作ろうということをやりまして、寮を作りました。それでこの寮に現在80名ほど住んでます。で寮を作ってもこの寮の部屋の中にいるんで、今度それ連れ出さなきゃいけないんで仕事場を作りました。で仕事場でデイサービスセンターだとか、それから喫茶店、レストラン、パン屋、保育園、ユースホステルの運営だとか、さまざまなことを、関心を取りそうなことをいろんなものをメニュー作ってやってもらってます。で実際には実社会に行って派遣で行ったり定着したりする人もいるんですけど、前戻ってくるのがこの間少しまた増え始めてます。対応の仕方としては原因は究明しないことにしてます。それから引きこもりの経験というのは資源であるというふうに捉えています。それから完璧を非常に求めたがるので、完璧を求めさせない、みんなだらしねえんだっていう話をしてます。スタッフ含めて全員がだらしないっていう。それから自分の役割って自分で作れよということ、仕事を与えることはしません、じっと動くまでもじっと待ってます。もう一つがこれ結構重要なんですけど、本人たち頑張ってるんで頑張れっていうことは言わないようにしています。で縁を結ぶ方向、それから点だけでなくて流れだとかその辺と関連してること、それからソーシャル社会的なベンチャーでなきゃいけないよっていう話、それから最後に書いてるんですが、価値っていうのは非常に雑多であっていろんなものがあるんだよっていうことを、それがゴロゴロ転がってるんだということを言うようにしてます。根底にあるのは何かと言いますと、完璧だとか基準を非常に求めたがります。
レベルアップ、スキルアップということを求めてあります。もう一つが、これは僕いいことだと思うんですが、相手の領分を犯さないし、犯させないっていう、そういう、なんていうか、距離感みたいなものを非常に持ってます。で、もう一つ、これ、どうしようもないんですが、自分には、なんか価値があるみたいな、潜在的に価値があるみたいな、そういう観念にとらわれています。で、次の一歩が踏み出され、なかなか次の行動に移せないっていう形になります。実はこれは別に若い人たちだけじゃなくて、私も含めた、非常に今とらわれている関連の中にいる人間たちの問題だと思っています。で、それでも何かをしたいという欲求がありますので、その欲求を満たすため の役割の形成を作る、役割形成をする機会みたいな、チャンスみたいなものをいろんな形で作り出そうとしています。で、サポートする場合の視点としまして、彼らものすごく観察力があるんですよ。一日中部屋の中に閉じこもって耳で聞いたり目で見たりしてますから、とんでもない観察力を持ってますんで、逆に言うとスタッフはその観察力にさらされてるっていう感じになってます。それからもう一つは、そういう形で見る方向から入ってる、喋って相手の反応を見るんではなく、じっと観察して聞いて、それからやっと行動に移すみたいなところがあります。これ非常にいいことだと思ってます。で、ざらっと書いてみたんですが、何かをしたい衝動が生まれるんですが、何をしたいのか決められないっていうのがまず一つあります。それからしたいけれども失敗するのが、今まで一度失敗したことがあるんで失敗するのが怖い。それで外界から働きかけをやって、少し行動してみて、で、対人関係、集団の理解みたいな、チームコミュニケーションもほとんど訓練されてませんので、ここでやっていくしかありません。そうやってうちにですね、全体を理解したりしながら、自分の役割を理解したり、相互確認したりしながら仕事をやってます。で、出ていくか次のステージに行くかっていう感じになってます。で、自分はこう相対化するっていうことを、いろんな機会を通してやってます。で、仕事場を複数作ってるのは、実は複数の仕事のやり方があって、さまざまなやり方、そこにいる人たちによって全然違うんだっていうことを知ってもらうためにやってます。で、あとここなんですが、やっぱり評価っていう問題がありまして、一番彼らがスタッフからの評価では全然動きません。周りの身近な、自分が尊敬している仲間みたいな人の評価の方が絶対に動きますね。で、それいろんな評価があって、一番やっぱり高いのは問題を解決してくれる人、こういう人間がですね、実は80人からおりまして、仕事自身はきっちり非常にね、優秀です。はっきり言って一部分優秀です。この部分については優秀だけれども、この部分はゼロって言いますか。で、対話力が意外とある人間は、本当にお前引きこもってたのかみたいな人間が翌日からペラペラ喋って、非常に対話力のある子もいます。でもそれ以外はあんまりトレーニングされてない。それから集中力、継続力が極端にある人と全くないっていうのかな。継続力って大体で外資で劣ってますね。で、人をつなぐ力があるしだけれども、それ以外がちょっとね。ソフトウェアに関してもこっちの部分は非常に強いんだけれども、これに関しては彼氏ダメだと。だからそういう、なんていうんですか、80人の中でいろんなこういいものを持ってるやつをこうチームにして、輪切りにして、それで5人ぐらいで1チームを作ると、結構レベルの高いいいものができます。今日お伺いしたのは、こういう人間たちがいっぱい集まってる80人からの集団、しかもそれが大体3年単位で出たり入ったりしてますんで、そういう人間がいますので、ちょっともし興味を持っていただければ、アクセスしていただきたいなというふうに思っております。私たちは彼らを別に元引きこもりだっていうことではあるんだけども、一つの資源だと見てます。なんで引きこもりが資源なのかって、他の人をに経験できなかったことをやってるから、それだけでも資源だよっていうのと、もう一つはこれだけ
一部分いいものを持ったやつがたくさん余ってるのになんで生かさないではあるのかというふうに考えておりますので、もしご一緒にやりたいなという方がいらっしゃいましたら、ホームページかその辺でアクセスしてください。詳しいことは実は私の本を書いてるんですが、オンブックっていうところの中で、アクセスしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。